おしまい。え、あら、はいはい、あのすいません、あのごめんなさい、押しました、プテラです、押しました。え、はい、え、待って、1秒前まで寺田さん横にいた。はい、お願いします。お願いします。お願いします。で、まだミュートじゃないのね。まだ早いわ、みんな、いや、マジか、みんな、そうか、ここの時点でまだおしゃべり楽しんでたわ。そうそう、早いよって話してた。めちゃくちゃ性能の悪くってて、毎回。いや、ちょっと待て。おしまい。え、あら、はいはい、あのすいません、あのごめんなさい、押しました、プテラです、押しました。え、はい、え、待って、1秒前まで寺田さん横にいた。うん、セラミカルさん、気のせいだったら申し訳ないですけど、弁当から出てきませんでしたか？マジで言ってんの？え、違う、これマジで気のせいかもしれない。リアクターでみんなで直したじゃないですか。お前、ミカルだと。いや、違う、本当にない。めっちゃいたじゃないですか。いました。他の、僕に見てる人いないでしょ。僕が下直したんですよ。はいはい。そしたら、はいはい、直し終わった瞬間にセラミカルさん、ピンクの人が弁当からピョコって出てきたと思ったんですよ。いや、でも周りに、ちょっと待って、だから周りに何人かいたから、なんで天丼すんの。いや、周りに何人かいたから。ないそれはない。僕が、ウェポンで最初テラミカルと一緒に。ああ、じゃあ、ごめんなさい。本当に見間違えた。そんな見間違え方ある？ちょっと。テラゾーさんと一緒に並んで、リアクターに向かったので、間違いないです。セラミカルは、いや、弁当に入ってます。申し訳ないです。すみません。いや、これ、ネタじゃなくて、マジで僕視点ではそう見えたんですよ。で、と思って、テラゾーさんの話をしましょう。そうですね。テラゾーさんどこで死んだんですか？エレクトリカルで、ストレージとエレクトリカルの通路の間際で、僕がストレージに入ってテラゾーさんが一瞬左行った瞬間にボタン鳴って、テラゾーさん死んだろってなりましたね。そこっすか？だからもうそこっすね。間違いないですね。エレクトリカルの前の通路。だから他の人のアリバイを洗っていけば犯人がわかるかなって思います。うん、なるほど。証拠も何もないですけど、緊急タスク僕行かなかったです。アドミンでずっと見てました、動きを。そしたら全員左側にいるなってのだけは確認できましたけど。僕、神宮寺さんと一緒に動いていて、リアクターのところまで行って、で、解除されたので、そこからまたバラバラで、僕はリアクターで作業してました。僕も作業してました。じゃあ、エレクトリカルで死体があったっていうのが分かったんで、もう一回誰か押してください。お願いします。ちょっと詰めます。はい、1秒前くらいいたけどな。はい、押しました。はいはいはい、はい、OK ですか。もうちょっと詰めれるということで、先端が一番わかるんじゃないの。いや、わかんないです。僕寺戸さんと並走して、はい、ロアエンジン、エレクトリカル、うん、ストレージって言ってて、うん、寺戸さんが本当左行った瞬間、僕がストレージ入った瞬間なり、1秒前までいたのにって感じです。寺戸さんの後ろにいた人が怪しいって感じか、先端か。もしくはエレクトリカルにいた人か。先端さんが殺したってこともあるんじゃないですか。それはあるね。それなら、まず、整理すると、プテラさんがボタンを押してるんですね。そう。で、僕は、寺戸さんが真横にいたっていうのを最速で出してるところを考慮してほしくて、はい、僕、黙ってたら、ね、うん、黙ってたらいいから。で、他の人の、そのアリバイっていうの、リアクターが鳴った時に、神宮寺ですけども、リアクターの段階で紫、黄色、白、ピンク、濃い緑は間違いなくいて、でその後神宮寺は
リアクターのタスクやってました。でヒゲさんも一緒だったと思います。はい一緒です。でレポート中も、タスク中だったので、あの 僕目線ヒゲさんはないと思ってます。ただタスク画面それでいっぱいだったんで、あと分かんないです皆さんの動きは。そこからは下行った人以外分かれば、下行った人誰か分かるんじゃないですか。そうですね、自分は上行きました。ピタさんは勘違いしたんで押してるから絶対無理です。ピタさんこれリアクター終わって上行って、レプチンさん見てた気がする。これ僕、じゃあ僕あのずっとアドミンにいたんで誰と待ってないですね。あれ赤い人じゃなかったっけ。あれカフェテリアで俺と一緒にいた人いなかったっけ。あカフェテリアだったら打足さん僕かな。赤い帽子が勘違いかな。あ、そっか、ピタさんか。わし緊急なったとき、ヒゲさんの後ろエチラオチラついていってた。エチラオチラ、でも緊急終わった後の情報の方が大事ですかね、これは。緊急直後のリアクターの話ですね。詰めれそうですね。はい、今話題に出なかった人とかがボタンを押していただけると、はい、名前が上がらなかった人がボタンを押していただけると助かります。お願いします。言うと誰も押さないよね、多分。押さないな。あ、間違いなくいるね。はい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 。はい、ありがとうございます。はい、ございます。はい。はいはい。僕は、リアクターが鳴るまでは、セラミカルと一緒に行ってました。寺蔵さんとも一緒にいましたが、リアクターで僕はタスクがあったので、タスクを、やってから、出たので、確かねリアクターに僕が出た時まだ2人真ん中のリアクター真ん中のタスクをやってる人が2人確かいて、俺リアクターやってた。同じくです。あ、ジングルやりました。2人ぐらいいて、僕は結構後の方に、出て、ロアーエンジンの方に向かったんだけど、ロアーエンジンの方向かったあたりですぐにあのレポート入った感じですね。じゃあマックさんは一応下行ったってことなんですか。そう、僕は下行ったけど、だいぶあのタスクやってから出たから、まあでも疑い位置にはなるな。まあそう、まあ単純に下行ったか上行ったかだけでもいいと思います、うん、そうですね、俺とりあえず下回ってストレージからロアーエンジンリアクターっていうのは、ストレージでレプチンさんが右に行ったのを見た。リアクター鳴ってる時ね。ああ、行きました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 、はい。まだ名前が上がってない方はぐらいかな。まあ他の人が行ったからいいやっていうことかもしれないけど、一応、はい、でもあの全然その後ですからね、殺害があった。アンキーさんはリアクターの後の話が多分なかったと思うんですが、今のは今直近の話ね。いや、今は寺田さんが死んだ日の話ですね。はい、あ、俺が今言ってたのは直近の話。了解です了解です。わしはリアクターを遅れて行って、でそのまま右上にいてメッドベイのところのタスクをしに行ってました。うーん、なるほど。じゃあ上なんだね。上です。はい、セラさんは。僕はリアクターの長いタスクをやってる最中にも通報だったんで、通報、セラミカルさんが出てきたどうっていうの話はどうなったんですか。あれはなんでもないです。あれは本当強制です。あれは忘れましょう。本当に。なんでもないです。やべ、邪魔のようにつきまとうんだけど。やっぱり人いっぱいいたんでね。まあ本当に勘違いだと思う。いや、やりますね。はい。はいはい。はい。打足さんが。打足さんが。来られたら。はい。はい。はい。レプチンさんがずっとアドミを見ていたということなので、エレクトリカルとかメッドベイの情報があれば、
出していただきたいんですけど、いやエレクトリカルはもうメトベも確かなかったんじゃないかな。カフェテリアに1人か2人いましたね、そのなる、あの報告が入る寸前は。あ、それは多分ダソクさんと僕なんだろうな。ペピチンさん目線怪しい方はどなたになりますか、うん。メッドベイのタスク一生できねえ。いやちょっと誰か誰かもわかんないですけど、もしあのプテラ高橋さんとダソクさんの言うことがあの本当だったら、まあ、今回テラゾーさんのさすがには関与してないかなと思います。確かにカフェテリアにファンキーさんがメッドベイにいらっしゃったっていう発言だったと思うんですけど、はい、メッドベイはちょっといたかどうかわかんないんですよね。なんでちょっと怪しいかなと思うんですけど、覚えてるの難しいからな、うんうん、時が経つほどにね他の行動もしちゃうからな、まあ、純粋にでもうん、マックスさんが下にいたんだったらマックスさんが怪しいかもしれないけどね。だからさっき言ったと、先ほど言った通りタスクをやってから出たのでだいぶ遅れて出てるんですね。だからレポートのなる、うん、結構済んでで出てるので、僕がそんなストレージのところまで行ける時間はなかったということだけ言っておきます。まあ誰か見てなかったらわかんないですけどね。わかんないからね。証明できる人はいない。見ててくれよ。そういうゲームで。でもじゃあそのストレージのその左の通路の何ですか、流れっていうか形としては、一番先頭に先端さんがいて、その次に死んだテラゾーさんがいて、でその後ろにタクテラタクさんがいて。いないいないいない。僕だ。ペターさんはボタンを押してる。うん、僕はカフェテリアで押した人です。なるほど。だから時系列で言うと、その後ろにマックさんがいる可能性がある、誰かがいるっていう、その間に誰かがいるかってことですよね。ファンキーさんか、まあ、どっちかっぽいですね。で一旦この初回のことを考えないで次考えた方がいいんじゃない、分かんないでしょ、これ。まあ、とりあえずタスク、まあ、容疑者は2人に絞れたんで十分かなと思いますね、はい、もうボタンは必要ないと思います。はいはいはい。まあどっちかっぽいね。マックスさんか、もしくはローローもあり得るかな。ペプチンさんがねアドミンに本当にいたのかになってたんだけど。嘘でしょ、はいはい、嘘でしょ、今やられた、やられてんな、やられた。あーもうなんだなんだなんだ、キヤさんリアクターの真ん中のやつをやタスクをやって、前回の時に途中でレポート入っちゃったんで続きを仕上げに行ったんですよ。で、はいはいはい、その時にヒゲさんも一緒だったんで同じ動きしてたんですよ。で、はいはい、タスク終わりました、そこまで俺も見た、タスク終わりました、あの画面開いたらヒゲさんが肉になってました。見えなかったんだ。もうマジック中にやられちゃったってことね。タスク中にやられました、やられた。なるほど、あ、そういうやられたか。そう、見たのかと思ったら見てなかったの、全く。だから誰がやったとかも分かってなくて、はいはいはい。で直近にいた人は多分、重なってたのが、ヒゲさん、僕ファンキーさんだと思うんですよ。うん、で、うん、マックスさんもいたの、その向かってるとこまでは見たんですけど、タスクをリアクターにやってたのは見てなくて、僕は入ってないですリアクターに。だからセキュリティの方、まあ、見えないからね。セキュリティの近辺まではマックスさんが前にいて、僕、ヒゲさんみたいな感じでアッパーエンジンから下ってきてたんですよ、うん、そう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 、その通り、うん、でリアクターのタスクを神宮寺さんとファンキーさんとヒゲオジさんでやってて、で終わった後にファンキーさんがいなくてヒゲオジさん死んでたんだから、いやファンキーさんもいました、うん、あいたんですか、うん、いたまま。ただファンキーさんは何やってたか分かんないですけど、あの僕が多分先に終わってて、でペーってなってレポートしたら、僕とファンキーさん重なってるんで同じ位置にいます。そうです。ファンキーさんは何してたの。僕はタスクをしていました、リアクターのタスク。メッドベイから出てそのままアッパーエンジンから下ってリアクターに行って。いやーなるほどね、うん、とりあえず初日の容疑者もマックスさんかファンキーさん絞れてるんで、今日は、うん、ちょっと待って、追放しちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、今の話をまとめたら、僕の方が先に歩いてたんですよ神宮寺さんより。で、うん、僕はリアクターに入っていないのでロアエンジン行って、僕はエレクトリカルにいたので犯行不可です。僕の方が前に歩いてたんで、まあベントから出たこともある、あれるしね。いや、まあ、釣ってもいいかもね。うん、じゃあ、ラミカルさんは絶対白です。右上にいました。うん。ヤスさんとレプチさんも白ですね。あざます。
同票になったんだ。あら。してくれ、ボタンを伝わるか、ボタンを押してほしい。ああ、伝わんなかった。いなくなっちゃった。もう一下上がってるな、これ。ああ、すごいね。いや、このキルは嬉しいっすよね。まあ容疑者がファンキーさん殺していいんじゃないの。じゃあなんでそうなるんですか。いや、ちょっと待ってください。ちなみに僕が見つけたのは神宮寺さんの死体なんですけど、はい、今O2 の緊急タスクになった時に、O2 で僕が一番最初に直してて、でその同じあ、ちょっと待って、アドミンで直してて、はい、でアドミンに同じく、セラミカルさんもいて、はいはい、でセラミカルさんではないと思います。少なくとも神宮寺さん殺したのは出てカフェテリアの入り口あたりで死んでたんですけど、じゃあ打足さんとファンキーさんを両釣りでいいんではないでしょうか。え、なんでそんなの。ちょっと待って、わしだってさ、ちょっと待ってください。リアクターで殺害があった時に私とペラスさんとネプチンさんはストレージにいたんですね、はい、犯行無理。あ、僕はちょアドミン、その時アドミンです。僕はまあまあいいや。で、セラさんも無理だったんでしょ、プテアスさん。第2級は無理。うん。だったらもう、その最初の容疑者が、ジングイさんとマックスさんもいないし、で、一番最初のキルの容疑者がファンキーさんで、ダソクさんは多分白勝負できてる人もいないんで。先端さんも入ってらっしゃったでしょ、最初、容疑者に。うん、先端さんも白角ではないんじゃない、最初のも。最初のやつだね。あ、すげえわしになすられてる気がするんで、まあまあ、ちょっとここら辺で言っとかんとやばいから言うんだけど、うん、それで先端さんが最初容疑っていうのがなぜかこう前提の帳消し前提で、うんうん。じゃあ、今の犯行が不可能だった。2キル起きてますよね。これ2人の犯行で、セラさんは多分僕が、カフェテリアぐるぐるしてその後右行ったのを知ってるので犯行は無理っていうのは分かってると思うので。あ、先端さんとはほぼずっと一緒に後半いましたね。はい、うん、ですので。今緊急タスク直近ですよ。直近2人近くにいたんですか。はい。ギリギリまで。俺もいたよ。そう、それで言うなら。緊急タスクだって、まあ、じゃあファンキーさんに俺先にやってたから、ファンキーさんが最初、ダソクさんとファンキーさんですぐボタンを押してもらってダソクさんまで釣り入れちゃっていいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。なるほど。ダソクさんはちょっとわかんないな。ボタンを押していただいてすぐお願いします。僕押せないです。ありがとうございます。はい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 、はいはい、ちなみにさっき の、はい、O2 の緊急タスク右上直したのは誰なんですか。先端僕です。あ、直したっていうかその、まあ、直しきってはなかった。あ、直しきったのは直した瞬間ですね。先端さんとそこにいたのは誰でした。先端さん、僕もいました。僕といた2人だけ。僕が直そうと思ったら先端がいたから先端が直してくれるのを僕が 見守った。そしたら高橋さんと先端さんの2人だった。いた。あ、間違いない。打足さんはどこにいたんですか。さっきの殺す話、はい、僕があのジングさん、ビッジングさんとマックスさん、最初、中じゃない、アドミンいて、うん、アドミン直すの見たからまあいいやつって俺カフェテリア通って、はい、メドベーの方に向かってた状態、はい、あ、右上アドミン O2 の方は行かなくてメドベーの行ったんですか。O2 なってる時の俺アドミンにいたんだよ。はい、いや俺もいました。セラピカルさんもいました。そうそう、はい、直してたから、はい、まあ、はい、僕直しました。普通に、うん、なお他のとこ行こうと思ってカフェテリア通って、うん、メドベ方面に歩いてる時に、うん、カフェテリアの手前のとこで人が死んでたってことでしょ。
はい、カフェテリアと、アドミンの通路の間ぐらいです。本当に中間ぐらいで死んでました。だから多分、アドミンから出てった人の犯行なのかなと僕思ったんですけど。だからそのアドミンに2人いた時って常に死人できてるわけじゃないから、それ確定ではないんじゃないの。まあセラミカルさんじゃないとは思うんですけど、出てった人だと思うんですよ、うん、神宮寺さんと。じゃあ多分打足さんが出てった時に、打足さん殺した可能性もありますけど、まあ、もう確実に それは俺の、とりあえず今日はリアクターの容疑者であった、まあ神宮寺さんのセルフレポートと、マックスさん、それからファンキーさんで、あと打足さんが容疑者だったので、リアクターの殺害の件、家親父さんが亡くなった件に関してのローラーでいいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。あと、はい、残りが打足さんなんですよね。まあ打足さんに入れます。正直リアクターの件関係なくないですよね。一人連れてるんだったら別に無理に吊る必要ないんじゃないですか。じゃあ多分終わるんじゃないかなと思います。ファンキーさんと打足さん二人。何を言ってるんだ君は。何を言ってるんだ君は。もう分かってないな。おめでとうございます。ありがとうございます。誰ですか。ファンキーさん。俺じゃないよ。なんで分かんない。バグだよ、バグ多いからこのゲーム。いやちょっと本当申し訳ない。これヒゲさんやった時に神宮寺さんが上にいるのなんか被ってて見えてなかったよな、わし。そうなんですよ。いたんだってなって、そう全然見えてなくて、マジで安心してヒゲさんやっちった。いや僕らもファンキーさんもいたんで、あ俺たちやられたんだと思ったんですよ。ああそうなんや。でチラッと打足さんがそれ見てたって言って、ああ打足さんかーって思ってたんですけど。なるほど。なるほど。でもまあ神宮寺さんはちょっとパッションシロだったんですよ、あれは。あんな発言を追い越さでやれないっすよ、あれは。いや確かに、なんかリスキーすぎる。あの発言は白かったからね。あ俺は油だろうな。いや、神宮寺さんがいるのに やったファンキーさんは本当強端だなって僕は思ってる。出た、俺も殺された時に強端だなって思ってたんですよ。センターと一緒にいて、その後ろにマックスいるのにキルされて、ボタンで超決心されちゃったから、プテハジさん、ファンキーさん。ごめん、テラゾ。そう、俺と二人きりになんないで、もうキルのボタンが光ったら押しちゃうんだよ。はい、僕も打足さんにこう絶対殺しちゃダメなんだよ。だから今絶対神宮寺さんダメなんだよ、殺しちゃ。いや神宮寺さん殺しちゃダメなのよ、あれは。ファンキーさ、こんなの上にさ、なんか独り言みたいにさ、メッドメイのタスク永遠に終わんないって。いやいや、あれうまかった、あれ白いなと思ったから。強端です、メッドメイ。強端でしたね、メッドメイの終わんねーって言ってましたからね。あれ白いと思っちゃったな。白いないじゃないですか。よかった、ゲームできてます。ゲームできてるの。いや、めっちゃうまい。最後、結構ちょっと強引に言っちゃったんですけど、すいません、口調とか強かったらすいません。いやいや、もう打足さんが強端なんでしょうがないですよ。強端キルだった。強端コンビ。真後ろにレプチェンさんいるのに。この死ぬ手がマックスさんじゃなかったら、僕マックスさんつってやってただろうから、なんか死んでくれた位置が良かったですね、今回は。そうそうそう、今回僕殺されていいやと思ってたから。ストレスがすごいのよ。キルができるようになる前にずっと会議始まるから、もう。誰打足さんがもういいよこの話って言って、言ってましたね。あれで結構早くキルされろさせろよって、黒いなと思ってた。てか打足さんさ、一回さ、あの殺した時って一回言ったよね。さあ、そう言った。あ、殺した時の話っつって。いや殺されたっつって言い直して。そんなことをおっしゃってたんですね。全然気づかなかった。確実に殺したって言った。キルのボタンが引かないのよ。怖い。まあでもそれに関しては俺も責められないわ。一回あのインポスターだった時、インポスターの人は10秒後に数えてからやってくださいって言った時、俺はーいって言っちゃったもん。何言ってんのこいつ。素直。
素直なインポスターはい、じゃあよろしいですか。はい、あ、ちょっとトイレ行ってきた。トイレいいですか。はい、トイレ、あ、はい、僕もちょっと一緒に行ってきます。はい、はい、おいしくらっしゃい。緊張してい、やなんかあれだな、釣り合いが難しかったけど、もうちょっと、ね、理論が分かってない側はなんか役者として頑張るみたいになってるな。すごいですよねもう僕ファンキーさん強端ですからね、もう強端のファンキー、もう一流のプレイヤーとして扱いましょう。これプレイヤーで、ね、うん、まあそこ、あの僕と重なってる状態でロマンキルされましたからびっくりしたんですよまあまあまあ慣れてない分どこで殺してくるかわかんないから、あの切る帽子でやってるつもりが全く帽子になってないことがあるでこれ逆に神宮寺さんがやられてて俺が生き残ってたら俺わかんなかったですからね。あのファンキーさんがいたことがわかんなかったので、あ、僕開けた時に僕がレポートするじゃないですか。で、はい、死体が転がってたんですけど、僕よりもあの、まあ、グラフィックがファンキーさんが上にあったんですよ。あ、なるほどなるほど。なので僕の姿が逆に見えずにファンキーさんが見えてたので、あ、それだけフラッシュが残ってたので瞬間的に記憶はしただけですけどじゃあファンキー君逃げてなかったんですね。ファンキーさんはその場所にいましたね。なんだろう、サイコパスっぽいなやったまま僕 僕に見つかるのを待ってたみたいな感じだったのに、おうわー最高だ。いやだから逆に僕はファンキーさんないと思っちゃったんですよ。ああ、そうだな。堂々としてるから。確かに。自分タスクをやってて、見れてなかった者同士っていう目線にファンキーさんに僕もなっちゃってて。なるほど。犯人が2人いる中、3人目を殺して寝ていったっていう、とんでもなく。すげえ。いや、もう大豪胆じゃないか。豪胆ですよ。いや、僕だからこれでファンキーさん、一歩されたら豪胆だなとかって思ってましたから。まさに豪胆でしたね。でもなんだろう、今日の流行語が豪胆になりつつある。いや、さすがファンキーさん。よし、帰ってきました。すいません。お帰りなさい。あ、豪胆が帰ってきた。あいえ。豪胆なトイレ。豪胆なトイレ。出てねえよ、そこまで。